はい、今日は納車です。白ですね。めっちゃ恥ずかしいやけど、すいません。お父さんは一人なんだよ。超恥ずかしいよね、これ。あ、いいよ。あ、行こう。今日どこ行く？まずガソリン入れんとね。うん、いいわよ。なんかちょっと違う。すげえ恥ずかしいよな。え、納車の時ってそうなんだよ。全員がね、ありがとうございますっていう。納車の時、みんな？そうよ。すげえ。だって金額が違うでしょうよ、普通のスーパーとかと。まあね。あ、本当や。モニターはやっぱね、安いね。これ時間？こういうとこがね。こういうとこがやっぱりね、トヨタですね。あげれんの？それじゃ。ちなみに、嫁さんはトヨタが初です。ドライブレコーダーを握って前と後ろにつけました。最近の、道の駅まで来ました。座り心地いいよね。いいよ。ちょうどいい硬さ。これも嫁さんのこだわりで光るナンバー方式に変えました。グリッド専用のホイールだそうです。
センサーですね。左前です。こんな感じでね、4コーナー音声で知らせてくれます。必要ないですけどね。はい、それではね、ボクシーハイブリッドのね走りをねちょっと、ご紹介したいと思います。今高速に乗ってるんですけど、市街地はね、街中はとてもトルクがあってね扱いやすいです。で、一つね気になった点がハンドリングですよね。ちょっとまあこれは好みがあると思うんですけど、軽いですよね。女性の方はね、これがやっぱり運転しやすいということに結びつくと思うんですけど、ビアンテと比べてね、防線感がねちょっとないかなという感じがしてます。で、加速なんですけど、これはねもう問題にならないぐらいこちらのボクシーが加速します。の走行音なんですけど、ほとんどねエンジンの音は聞こえてきません。ロードノイズだけですね。だからとても100キロプラスアルファで行ってもね、室内はね静かですね。直進安定性はですね、このハンドリングが悪影響してるんですかね。ちょっとねフラフラする感じがします。その点でビアンテはねカチッとしたハンドリングですので、少々スピードを出してもねきっちりトレースしていきますので、ハンドリングの点で言えばやっぱりビアンテの方がいいかなという感じがしてます。高速走行に関してはですね、まあワンボックスカーですので、そんなにね、飛ばす車ではありませんので、まあ100キロプラスアルファぐらいでね走行するにはね十分快適な走行ができると思います。乗り心地はねかなり良いですね。うまくね、ショックをね吸収していると思います。道路のね、つなぎ目とかね段差もね、まろやかな感じで、ショックを吸収してますので、これやっぱりビアンテと比べてねかなりいい感じと思います。反面ねハンドリングが軽いということがちょっとね前にも言いましたけど、直進安定性でね、ちょっと好みじゃないかなという感じはしております。嫁さんもねビアンテと比べてねやはりエンジンが軽いという、しかしやはりねちょっとねハンドリングがね軽すぎるから、ちょっとね道路の渡しとかにもハンドルが取られる感じがすると言ってますね。まあね、これもね、慣れればね、そう感じなくなると思うんですけどね、やはり、ビアンテがね、かなりカチッとしたね、重たいハンドリングでしたから、今はね、そう感じてますね。
ね、街中のね、ちょっとしたタイトなコーナーをね走ってみましたけど、これがねちょっとね良かったですね。乗り心地はねソフトなんですけどね、あまりロールしなくてねきっちりコーナーをクリアしていくんですよ。でね、直進時はね、ちょっとね、ハンドリングがね曖昧な感じがしたんですけど、こういったねタイトなコーナーをね行くときね、カチッとね剛性感が出るんですよ。これにまあちょっと驚きましたね。とにかくね、こういったねタイトコーナーを走るのは楽しい車ですね。ワンボックスカーでありますけどね、その点ねやはりビアンテとよく似てるかなという感じがしてますよね。今ね、B モードにしてねエンジンブレーキを効かせながらコーナーをね、クリアして走ってるんですけどね、これで走るとねもう結構ハイペースでねコーナーをクリアしてね走ることができるんですよ。エンジンブレーキはかなり効きます。もうアクセル離したらねもう一瞬で車速が落ちますから、まあその代わりね燃費がねガタ落ちになるそうですから、あんまりね、するもんじゃないんですけど、まあこういったねタイトなコーナーをね気持ちよく走りたいと思うんであれば B モードでやった方がね楽しいですよね。戻すときはね、ドライブのこう、ドライブですね。いいですね。
Bring the funk back.